アバディーン市議会アバディーン大学の建物を使用しているユニオンテラスガーデンアバディーンはイギリス、スコットランド北東部にある都市。エディンバラ、グラスゴーに次ぐスコットランド第三の都市。人口は約20万人。港湾都市として発達、北海油田の発見後、石油採掘の拠点となり、ヨーロッパの石油の首都と呼ばれる。 D 川とドン川の河口に広がる町並みはオールドアバディーンとニューアバディーンの二つの市街に分かれる。地元で産出する河口岩を使用した重厚な町並みが特徴的で河口岩の町と呼ばれることがある。かつては主要な産業は漁業であったが、1970年代の北海油田発見以降は石油関連産業で栄えた。中世には、 町が建設されており、1179年に初期の直居がスコットランド王デイビッド一世によって聞き届けられ、1319年にはロバート一世の大直居を賜っている。市街はイングランド王エドワード二世によって1336年に焼かれた。その後、再建された市街をニューアバディーンという。新京都革命では大規模な破壊を受け、 さらにジャコバイトの反乱にも関わるなど、スコットランドの歴史の各場面にもゆかりのある街である。19世紀初めナポレオン戦争の時代に合同法の制定を記念して命名されたユニオン通りなど見られるように近代的な街並みに整備された。1996年以降はアバディーンシャー州から独立、アバディーン市となり連合王国議会に3人 スコットランド議会に3人の議員を送り込んでいる。高速道路と鉄道がエディンバラとインバネスを連絡している。また、アバリーン港からはオークニー諸島とシェットランド諸島へフェリーが定期運行している。郊外のダイス地区にはアバリーン空港があり、ロンドンほか各都市に飛行機が飛んでいる。イギリス北部に位置するため非常に冷涼な気候である。夏でも最高気温が 摂氏20度を下回ることが多い。国内の他地域と同様に冬は井戸の割に温暖である。地元ポットド,ドリースタジアムを拠点をするアバディン FC は1903年設立。スコティッシュプレミアリーグに所属し、アレックス・ファーガソン卿が監督を務めた1983年には UEFA カップ・ウィーナーズカップ優勝し、さらに UEFA スーパーカップにも優勝した。 名門であるウィキメディアコモンズにはアバディーンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。